四式九章。さて、エロバールの子アビメレクはシケムにいる自分の母の身内の者たちのところに行き、彼らと母の一族の種族全員に告げていった。どうかシケムのすべての者によく言って聞かせてください。エルバールの息子70人が皆であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのと、あなた方にとってどちらが良いか、私があなた方の骨肉であることを思い起こしてください。アビメレクの母の身内の者たちが彼に代わってこれらのことを皆シケムのすべての者に言って聞かせたとき、彼らの心はアビメレクに傾いた。彼は私の身内の者だと思ったからである。彼らはバールベルテの宮から銀70シケルを取り出して彼に与えた。アビメレクはそれでゴロツキのズーズーしい者たちを雇った。彼らはアビメレクの後に着いた。それからアビメレクはオフラにある彼の父の家に行って、自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。しかしエルバールのマシヨタムは隠れていたので生き残った。それでシケムの者とベテミロの者は皆集まり出て行って、シケムにある石の柱のそばのカシの木のところでアビメレクを追おうとした。そのことがヨタムに告げられた時、彼は言ってゲリジム山の頂上に立ち声を張り上げ彼らに叫んでいった。シケムの者たち、私に聞け。そうすれば神はあなた方に聞いてくださろう。木々が自分たちの尾を立てて油を注ごうと出かけた。彼らはオリーブの木に行った。私の尾となってください。するとオリーブの木は彼らに言った。私は神と人とを崇めるために使われる私の油を捨ておいて木々の上に、そよぐために出かけなければならないだろうか。ついで木々はイチジクの木に行った。来て私たちの王となってください。しかしイチジクの木は彼らに言った、私は私の甘みと私の良い実を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。それから木々はブドウの木に行った。来て私の王となってください。しかしブドウの木は彼らに言った。私は神と人と喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。そこで全ての木が茨に行った。来て私の王となってください。すると茨は木々に言った。もしあなた方が誠をもって私に油を注ぎあなた方の王とするなら、来て私の陰に身を避けよう。そうでなければ茨から火が出てレバロンの杉の木を焼き尽くそう。今あなた方は誠と真心を持って行動してアビメレクを王にしたのか。あなた方はエルバールのとその家族と年頃に取り扱い彼の手柄に報いたのか。私の父はあなた方のために戦い自分の命をかけてあなた方をミディア人の手から救い出したのだ。あなた方は今日私の父の家に背いて立ち上がり、その息子たち70人を一つの石の上で殺し、女奴隷の子アビメレクをあなた方の身内の者だからというのでシケムの者たちの王として立てた。もしあなた方が今日エルバールとその家族とトニーマクトと真心を持って行動したのなら、あなた方はアビメレクを喜び、彼もまたあなた方を喜ぶがよい。そうで、なかったらアビメレクから火が出てシケムとベテミロの者たちを食い尽くし、シケムとベテミロの者たちから火が出てアビメレクを食い尽くそう。それからヨタムは逃げ去りベールに行き、兄弟アビメレクを避けてそこに住んだ。アビメレクは3年間イスラエルを支配した。彼はアビメレクとシケムの者たちの間に災いの神はアビメレクとシケムの者たちの間に災いの霊を送ったので、シケムの者たちはアビメレクを裏切った。そのためエルバールの70人の息子たちへの暴虐が再現し、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクとアビメレクに加勢したして彼の兄弟たちを殺したシケムの者たちの上に臨んだ。シケムの者たちは山々の頂上に彼を待ち伏せ、山々の頂上に彼を待ち伏せる者たちを置いたので、彼は道でそばを過ぎるすべての者を略奪した。
やがてそのことがアビメレクに告げられた。で、エベテの子ガールとその身内の者たちが来て、シケムを取り掛かったとき、シケムの者たちは彼を信用した。そこで、彼らは畑に出て行って、ブドウを収穫して、踏んだ。そして祭りをし、自分たちの神の宮に入って行って、飲み食いし、アビメレクを罵った。その時、エベテの子、ガールは言った。アビメレクとは何者か、シケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないと。アビメレクはエルバールの子、ゼブルはアビメレクの役人ではないか。シケムの父、ハモンの人々に仕えなさい。なぜ我々はアビメレクに仕えなければならないのか。誰がこの民を私の手に与えてくれないものか。そうすれば、私はアビメレクを追い出すのだが。そして彼はアビメレクに言った。お前の軍勢を増やして出てこい。この町の司、ゼブルは、エベデの子ガールの言ったことを聞いて怒りを燃やし、トルマにいるアビメレクのところに使者を送って言わせた。今、エベデの子ガールとその身内の者たちがシケムに来ています。今、彼らは町をあなたに背かせようとしています。今、あなたと共にいる民は夜のうちに立って、ので待ち伏せなさい。朝早く太陽が昇る頃、町に突入しなさい。すると、ガールと彼と共にいる民は、あなたに向かって出てくるでしょう。あなたは攻撃を掴んで、彼らを攻撃することができます。そこで、アビメレクと彼と共にいた民は皆、夜のうちに立って、四谷に分かれて、シケムに向かって待ち伏せた。エベデの子ガールが出てきて、町の門の入り口に立ったとき、アビメレクと彼と共にいた民は、待ち伏せしていたところから立ち上がった。ガールとその民を見て、ゼブルに行った。ガールはその民を見てゼブルに言った。あれ、山々の頂から民が降りてくる。するとゼブルは彼に言った。あなたは山々の影が人のように見えるのです。ガールはまた言った。いや、人々がこの地の一番高いところから降りてくる。また一体が、目をニームの樫の木の方から来る。するとゼブルは彼に言った。アビメレクとは何者か。我々が彼に仕えなければならないとは。一体あなたの口は一体どこにあるのですか。彼、あなたが見くぶったのはこの民ではありませんか。さあ、今出て行って彼と戦いなさい。そこでガールはシケムの者たちの先頭に立って出て行き、アビメレクと戦った。アビメレクが彼を追ったので、ガールは彼の前から逃げた。そして多くの者が刺し殺されて倒れ、門の入り口まで及んだ。アビメレクはアルマに留まったが、ゼブルはガールとその身内の者たちを追い払って、彼をシケムに住ませなかった。翌日、民は野に出かけて行ってアビメレクに告げた。そこでアビメレクは自分の民を引き連れて、それを三谷に分け、野で待ち伏せた。それとも民が町から出てくるのを見えたので、彼を襲って撃った。アビメレクと彼と共にいた一体を突入して、町の門の入り口に立った。一方、他の二体は野にいた全ての者を襲って撃ち殺した。アビメレクはその日一日中町で戦い、この町を攻め取り、そのうちにいた民を殺し、町を破壊してそこに死をまいた。シケムの櫓の者たちはみんなこれを聞いて、エルベリテの宮の地下室に入っていった。シケムの櫓の者たちがみんな集まったことがアビメレクに告げられた時、アビメレクは自分と共にいた民とサルモノ山に登って行った。アビメレクは手に斧を取って木の枝を切り、これを持ち上げて自分の肩に乗せ、共にいる民に言った。私がするのを見た通りに、あなた方も急いでその通りにしなさい。それで民もまためいめい枝を切って、アビメレクについていき、それを地下室の上に置き、火をつけて地下室を焼いた。それでシケムの櫓の人たち、男女約1000人も皆死んだ。それからアビメレクは、テベツに対して陣を引き継ぐ。これを攻め取った。この町の中に一つ堅固の櫓があった。すべての男、女、この町の者たちはみんなそこへ逃げて、立てこもり、櫓の屋根に登った。そこで、アビメレクは櫓のところまで行って、これと戦い、櫓の戸に近づいて、これを火で焼こうとした。その時、一人の女がアビメレクの頭に引き薄の上石を投げつけて、彼の頭蓋骨を砕いた。アビメレクは急いで、道具持ちの若者を呼んで行った。お前の剣を抜いて私を殺してくれ。女が殺したのだと私のことを人が言わないように。それで若者が彼を刺し通したので彼は死んだ。イスラエル人はアビメレクが死んだのを見たとき、
一人一人自分のところへ帰った。こうして神はアビメレクが彼の兄弟70人を殺してその父に行った悪を彼に報いられた。神はシケムの人々のすべての悪を彼らの事情に報いられた。こうしてエルバールの子ヨタムの呪いが彼らに実現した。